はい、皆さん、こんにちは。投資レッスンスリーライブ、よっちゃんです。今日は私の一押しの仮想通貨ですね、こちらをお伝えしていく動画をまとめていきたいと思います。私はコインチェックの方でですね、普段、仮想通貨国内ではトレードしているので、こちらの、中で一番のね、皆様に推したい仮想通貨ということで今動画を撮っていきたいと思います。はい、簡単に自己紹介の方をね、していきたいと思います。私は普段ですね、スタンド FM という音声アプリがありますが、そちらの音声アプリの方で、投資に関する、マーケットレポートなどをしております。ライブをしたりとか、音声をまとめて皆様に情報をシェアしているような活動をしています。それからその後ですね、YouTube の方を始めまして、今こちらで今 YouTube の活動などもしております。はい、ということでね、今回は仮想通貨の私の一押しということで、昨日ぐらいからね、ちょっとマーケットレポートは少し YouTube の方も控えまして、私のね、正直なレポート、情報のシェアをしていこうということで、改めてですね、気持ち新たに引き締めまして、今仮想通貨も本当に下がってますからね、本当にごまかしが効かない今相場になってきたというところもありますので、私の気持ちもごまかさずいこうかなというところで、心機一転ね、YouTube の方も頑張っていこうと思います。チャンネル登録まだの方はぜひね、投資に興味ある方、稼いでみたいとか、副業をしたいとか、まあ、仮想通貨に興味がある、株式に興味ある方、ぜひね、登録していただいてない方、まだぜひしていただければと思います。グッドボタン、あとはね、ベルマークですね、こちらを押していただくと、仮想通貨の私がアップロード、ニュースをアップロードした時に皆様も見れるようになっておりますので、お知らせが届くような形になっております。そちらもぜひポチッと押していただければと思っております。では、話が長くなりました。じゃあ一押しの仮想通貨ですね、まあ、ビットコイン、イーサリアムいろいろあります。で、先ほどですね、この中で私が高いか安いかっていうテーマでお伝えしてます。そちらの動画もぜひチェックしていただければなと思います。包み隠さず正直に、をテーマにやってますので、ぜひ見ていただ、私の投資の感覚なんで、これ当たってるかどうかちょっと分かりませんけども、ぜひそちらも聞いていただければと思っております。では、コインチェックの中の、こちらの一番私が期待しているというか、一番おすすめな、おすすめではないですね、私が買っている仮想通貨をお伝えしていきます。私が実は買っていた仮想通貨ですね、いろいろ買ったことあるんですけども、今はステラルーメンだけです。まあ、あと持ってるのがモナコインと、エンジンコイン OMG ですね。まあ、ステラ以外はもう本当にわずかな金額でありまして、本当に持ってるのも忘れたような感じだけども、今下がってから売っちゃおうかなみたいな感じの、本当に少額です。もう本当に売っても売らなくてもどうにもならないぐらいの感じなんですけども、まあ今持ってるのはですので4つぐらいですね。で、この中でなぜステラルーメンかというところですけども、まずステラルーメンとはどういう仮想通貨か皆さんご存知でしょうか。まずですね、比較的、手数料ですね、例えばバイナンスで仮想通貨欲しいなって言った時に、皆さん多分ビットコインとかイーサリアムを多分買って売ったりしていることが多いと思うんですけども、まあ、手数料がとにかく高いですね。2000円ぐらい多分取られちゃうんじゃないかな。0.0 なんとかビットとか 0.001 イーサーとかなんか、ちょっと忘れちゃいましたけどもね。まあ、そのぐらいのもんで、まあ、金額にすると大体2000円とかぐらいじゃないかなと思うんですけども、まあ、それぐらい、引かれてしまうと、手数料かかってしまうというところなんですけど、これをステラでやることによってかなり割安に抑えられるんですね。まあ、そういう形でまず押したいポイント一つ、手数料が安く済むということですね。あとはですね、まあ、スピードも速いですね。他にイーサーとかも速いで、まあ、ビットがちょっと遅いですけども、イーサリアムは少し速いけど、まあ、ステラはとにかく速いですね。送金しても早いです。これは本当にお勧めしたい。ですので手数料が安い、あとはスピードも速いということが実証されてますので、この2つだけでもあれなんですけども、まずステラがどういう仮想通貨っていうところ、これはですね、個人間で国際送金できるというのが主な特徴になってます。例えばですね、アフリカとか、まあ、アメリカとか、まあ、他の国にですね、お金を外貨預金というか、まあ、外貨で送るとですね、かなり遠い国ですと、またいで送らなきゃいけないから、手数料もめちゃくちゃ取られるわけですね。しかも、着金するのがですね、まあ、場所によっては本当に何時間とか、日をまたぐこともある可能性もあるかもしれませんね、ひどいとね。そういう形でもうかなりスピードがかかるという、まあ、時間がかかるということなんですけども、それをステラでやったらすぐ届けられるわけですね。で、例えばですね、まあ、極端なこと言うと1万円を送ろうとするじゃないですか。でも1万円を送ったところで向こうは1万円喜ぶかなって言ったら、
1万円で何ドルみたいな感じかもしれないじゃないですか。まあ、ドル建てとかで送るんだとは思うんですけどね。まあ、ただそれが、ステラで送れば、向こうも仮想通貨をやってる、アプリとかがあればですね、まあ、もちろんステラとか分かってると思うんで、まあ、スムーズに行えるわけですね、その送金というものが。まあ、それが企業間とかだったらもっとスピードが速いというのは、もうビジネスにおいては死活問題になってきますので、まあ、ということでね、ステラルーメンというのは、もうそのまず個人が例えば、バイナンスでしか売ってない仮想通貨を買うときに、コインチェックでね、買って送らなきゃいけないわけですよね。そういう形になりますので。まあ、その時に、皆さんビットコインやイーサリアムで本当送ってたけども、ぜひ今度ステラ買って送ってみてください。かなり早いし安い。計算すると多分分かります。こんだけ違うんだなっていうのが分かると思うので、まあ、気づけばですね、ステラで送る人が増えてくるだろうっていうのが、まあ、もちろん私の投資材料の一つです。あとは、そのプロジェクトですね、国際送金のところ、これはまあメジャーになってくると思うんで、これからね、まあ、わけがわからないような仮想通貨とはそのように違うんじゃないかなっていうところですね。もう明確なんですよ、目的が。なので、用途がはっきりしてるから、まあ、ますます仮想通貨のそういう送金とかが、まあ、支払いとかがですね、広がってくれば、まあ、明らかにステラルーメンがやっぱりいいんじゃないかなっていうところを判断して、あと値段的にも比較的買いやすいというかね、今27円ぐらいですか。まあ、一旦80円とかまで、90円ぐらいまで上がってましたので、まあ、ちょっとそれにから見てもですね、今だったら高くはないと思います。まあ、ここからまた少し下がるかもしれないし、下がりそうですけども、まあそこまでは今買えばですね、そんなに損はしないぐらいの価格にはなってきてると思います。なので、まあ、ステラルーメンが私はこの仮想通貨、ビットコイン、イーサリアム、いろいろコインチェックもありますけども、まあ、この中だったらステラルーメンが一番いいんじゃないかなと思って、ステラルーメンを購入しているという形です。まあ、ただもうある程度量もあるので、まあ、ここから増やすというのはちょっと流動的で、どうしようかなというところなんですけども、まあ、私が選ぶとしたらステラルーメンかなと思います。ということですね。まあ、正直にお伝えしてみたので、まあ、皆さんもぜひステラルーメン調べて、もしよかったな、良さそうだなと思ったら、ぜひ自分の、資金があればですね、ちょっと集めてみるのもいいかもしれません。この辺は自己判断、自己責任になってくるので、まあ、私は何がいいかなと思っていたというところを今回はお伝えさせていただきます。そんなに間違ってはいない気がするんですけども、まあ、仮想通貨全体がやっぱ下がってきてしまえばね、ステラルーメンも当然下がってきちゃうし、今下がってきてます、実際にね。まあ、そういう形なので、まあ、皆さんもね、いろんな自分がイーサリアムがいいとか、ビットコインがいいとか、バイナンスコインがいいとか、いろいろあると思うんだけども、まあ、私はこれをいいと思ってますので、ぜひ皆さんもね、もし興味があったら調べてみてください。ということでね、それからバイナンスの方は、口座解説まだの方は、私の YouTube の方のリンクに貼ってありますので、そちらから口座解説して、ぜひ、バイナンスコインなど、バイナンスでしか扱ってないものは、ぜひそちらで買ってください。で、その時に、日本のね、仮想通貨の取引所から送らなきゃいけないんですね。その両替するというか、元でというかですね。まあ、国内だったら現金で円をね、入金しますけども、バイナンスはビットコインとか送って、それを元に買わなきゃいけないので、まあ、逆に国内にまず現金を、円を入れて、まあ、ステラルーメンを買って、それを送るという形の仕組みになってます。まあ、それはビットコインでもイーサリアムでもいいんですけども、まあ、それだとちょっと手数料が送るだけで、2000円とか取られちゃうんですけども、ステラなどかなり安いです。やってみてください。ということでした。はい。ということでね、今回の YouTube は以上となります。こちらの YouTube まだチャンネル登録してない方はね、ぜひ、チャンネル登録してください。有益な情報をこれからもね、どんどん、アップロードしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録まだの方はぜひ、またね、ちょっと言ってしまいますけども、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回の、一番いいなと思っていた仮想通貨はステラルーメンでした。ということで、また皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。今回は最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。